トトランペットシャワーには左上からレバー取っ手発射用引き金ロックボタンシリンダー炭酸ガスカートリッジ装填口蓋、圧力ネジガスケージラッパ口がありますはじめに装填口蓋を回し 圧縮ガスシリンダーより取り外します。次に、炭酸ガスカートリッジ、使用済み1本と未使用の2本をシリンダーに装填します。本体を横にして、1本目のカートリッジをこのように細い方を下向きに、 2本目のカートリッジは細い方が上向きになるよう装填します。カートリッジ装填が済みましたらまず装填口蓋先端部の針が出ていないことを確認針が出ていたら圧力ネジを完全に開くまで回します。 装填口蓋を閉めます。たとえ完全に締め切れなくてもガスが充填されますと内部圧力で装填口蓋は開かなくなる構造ですのでご安心ください次に圧力ネジを完全に締め切るまで回し切り圧力ネジを23回転戻し回します。 これで、圧縮ガスシリンダー内にガスが充填されました。次に、ラッパ口からテープを投入します。レバーを手前に引けば、発射準備完了です。タイミングを測って、上に向けて引き金を引きましょう。 ガスが残っていると装填口の蓋が開きません。ガス抜きをしましょう。装填レバーを発砲と逆に強く押し出します。ポンという音とともにガスが放出されます。またはレバーを引き、引き金を引いて発砲を繰り返し、発砲音が小さくなったらレバーを逆に押し出すことでもガス抜きが可能です。